ジャヤ・パラメーシュガラバルマン一世は、チャンパ王国第九王朝の初代国王。コッシュ略では、ように、創始では、クシャリハビシュラバー・アサヒサゲよう占いと記される、パーンデランガの名家の出身。戦王のジャヤ・シンハバルマン二世が、李朝代、クエツ軍に敗北して戦死すると、大クエツ軍が王とビジャヤから兵を引いた後に、その混乱を収集して即位した。 大エツとの関係改善を図ろうとして1047年に大エツに調校したが、ジャヤ・パラメーシバラバルマン一世が大エツに従順でないことを理由に死者はマトーシューに流された。1050年1月18日に僧に調校して造牙と再牛角を献じ、3月には大エツに献死して白造を献上した。同年パーンデュランガが ジャヤ・パラメー・シュバラバルマン一世への従属を拒否して反乱を起こしたため、老いのユー・バラージャである、シュリー・デー・バラージャ、マハーセーナーパティに命じて鎮圧させた。戦後、シュリー・デー・バラージャ、マハーセーナーパティは、勝利を祝して、ポークロンがらの丘の上に、リンガを建てて、勝利の柱を建立した。ジャヤ・パラメー・シュバラバルマン一世も戦勝を祝して、ヤンプナガラのポーナガル島の再建を進め、 クメール人、カン人、プカム人、シャム人らの奴隷を捧げた。1053年4月には、アブーイスマイルを僧に剣士した。1055年2月に聖州の即位と誕生日を祝いに、大区越に剣士し、同年11月4日には、マンスウルサイードを僧に剣士して、生像と再牛を剣じた。翌1056年3月17日にも、 アブーサイードを層に剣士したが帰還途中の太平州で川岸の崩落に遭い、鎮死した。翌1057年2月14日に人層の命を受けた公衆より銀占領を賜った。同年と1059年1060年に大区越へそれぞれ剣士している。ありがとうございます。